壊滅したボルゴ、瓦礫と化した広場にてセーブルボードさんでやっていきます。さあイベントを楽しんでいきましょう。ブラッドムーンイベント、おっとハンちゃんだ、いきなり見つかりそう。これさ、やべまずい、ちょもうなぜなのか、なぜなのか、そんな見つかるような行動を取ってないけどな。危ねえ、当たるわ。いや意外と当たらん。危ねえ、ちょっと待って、めちゃくちゃ離れます。ついでに集めます。取れてない、おい、あやべ、うん、おしょいよねおい無理よ、あやべ、これ離れんの遅れな、あぶねー、で、あー諦めてくれた、よかった。でこれで血がゲットできてるから、この血を使ってどっかに注入すればいいはず。よいしょ、あれ、あ血ゲットできてないんか、ん、あこれか、はいはいはい、でここに配置するとブラッドゾーンっていうのができて、でここの中にいると怪我をしている時でもうめき声が 50% 減するんですよね。でさらにしゃがんでると 50% 追加、つまり 100% 減、声が聞こえなくなる、ゆえにめちゃめちゃ隠密できるというわけですね。さあこの隠密ゾーンで、だけどなボルゴは見通しが良すぎるからちょっと隠密しにくいかもな、うん、かもしれない、はい、よっ、あ、味方の名前が全部出てるな、よよよ、ほい、よっしゃ、一人でやっておりますデッドバイデイライト。幸運の星がね何気に使えるから、これちょっと初動で使っといてよかったな。ロッカー入って出たら味方の位置が見えんだよな。これも来てる、来てない、大丈夫。で真っ向勝負を当てることで相手から血しぶきを、相手をひるませればね、相手から血しぶきを奪えるんですよ。で真っ向勝負を当てて相手から奪った血しぶきでこのブラッドゾーンを作りました。でこのブラッドゾーンの中だとキラー側はとどめの一撃みたいな感じで攻撃が 100% 伸びるんですよ。だからこれ全部ブラッドゾーンにしちゃっていいんやろうかな、危ない気もすんねんな、キラーにやられやすくなるような気もしている。あ、そう、トーテム壊しとこう、内なる力、ニョキ、じゃあトーテムを壊させてください。どうしたのどうしたのどうしたんやろ、どうしたのどうしたの、一回幸運の星で見ようか。あー味方が救助行ってくれてるので俺は回す。いや意外と便利なんだよなこの効果がね、いいよな、しばらく味方の位置見えるっしょ。これ2人で行って、うん、そうね、祭り効果になるやろなこれな。で釣られてるあたりに発電機がありそうやね、あそことかね。だからちょっと待って、ちょっと待って、びっくりしちゃった、危ねえ、俺のことは追わないらしい、よかった、危ねえびっくりしたよし、でこれでまた味方の位置が見えると、便利やよなこれ。
で、トーテムがなくて、あ、あるやん。めちゃめちゃ目の前にありました。ありがとうございます。さてさて、あ、そういやね、ブラッドゾーンととどめの一撃重複すんのかな。やってみたいな。めちゃめちゃ攻撃伸びますみたいな。効果は重複しないみたいなイベントの情報には書いてなかったから、ブラッドソンとどめの一撃はできるのかもしれない。それはちょっとやってみたい。おろろろ、はい、ちょっと辛そう。やめろ。はいはい、上来るかな。いや、そのまま下で追うよな、これ。そうだよな。怖い怖い怖い。だけど向こうに行った、はい、あそこに味方行ったからここ安全。幸運の星便利ね。ちなみに今このイベント用の地図を持ってきているので、これ使うと負傷してる味方の位置は常に分かるんですよね。常に幸運の星を使う気満々の女です。はい、あー、向こう追ってるっぽいな。やべ、あ、ここで危ねえ。やっぱ来てたわ。マッコン当てれそうな雰囲気やったな。ただあれマッコン当てたところでやからな、あの位置で逃げにくいだけやからいらんな。よし、味方あそこか。はいはい、回復してもらってるね。であそこに2人おるっぽいから、ちょっとあそこには行かないようにしながら。あれ、こっち行って当たるね、これは。逃げるわ、あぶねえ。幸運の星、幸運の星強くない？弱かったわ。くそ。いや、そうやな、2回目やからまっすぐ来るよな。ちょっと待っちゃった今の。今のはマックをね、押してなかったです。そう、一回一瞬こう周り見るかなって思ってしまった。幸運の星あったから、一回マックを当ててるからな。今のはちょっと軽率やったね。なのでああ、でも大丈夫や。おお、諦めてくれた。僕行こう。回復していいよ、っと。さて、幸運の星。ここで回復しきってからの幸運の星で、味方の位置全見えからの、ロッカー開けてる味方見えるからの、で、地図で一生負傷してる味方が見えるから、いつでも味方の肉壁に入れるからの、やけど、いつでも回復できるようにしといてよ。それから救助に行くのが強いんじゃないか説。行くぞ。味方はめっちゃナイチしてくれてるから。オッケー。おった。ブラッドゾーン侵入してみる。ヘイ。ブラッドゾーンにしてみます。これってどうなんやろな、利的なんかな。あ、そこ釣られんのね。ちょっと地下大変やな、味方の位置も地図では見えないので。
行くのだ味方よ。おっと。あぶね。やばい。見つかった。いた。やばい。今のは無茶やったな。真っ向勝負やっぱ1日1回までやな。完全に警戒されるから。だけどね、これ救助してもらってからのね、いきなりロッカーインはありやと思うねんな。よしよしよし、来たよ。よっ。んで、内なる力で回復してからのはありやと思うねんな。あ、どっちのロッカーに入るかやな。ちょっと抜いて、なんかこう、このロッカーにはありやと思うねんな。で、声は聞こえないので、わかんないでしょ、どっちにいるか。ダメだ。完全にバレてる。あれ、幸運の星あるのに。完全に逃げ切った。オーモンド山のリゾートにてセーブルさん行きまーす。よっしゃ。さあ、ロッカーガチ勢構成が、てか幸運の星がちょっと気に入っているのでずっと使ってます。これ、このかけら取りたいけど、これ取ったら見つかるんだろうな、俺。見つかってそう。いや、いや、おお、いややな。おお、あの人が見つかってくれた。ちょっとかけら取るか。はい、血のかけらを集めて、そしてここに、あ、なんか思ったより遠回りになっちゃった。血しぶきを配置して、朝日を見に行こうよ。オッケー。んで、とても壊しちゃおう。もう全部やろ、全部やろ。発電機回す以外のこと全部やろ。すいません、二人は真面目に発電機を回してくれているのに、俺は1ミリも発電機を触っていません。本当に申し訳ない。でもこれはね、布石やから。よし、今後のための布石見せます。で、向こうで二人回したから、こっちに来ないようなら俺が救助やな。おっと、死人ね。ナイトはいいよな、相性が。ああ、ここでシビタ発動したからさ、見られるよな。そうなんだよ。これ、板まで間に合うか、距離的に。体すりつけて。間に合うわ。オッケー。なので、ついて。狙われなかったね。あー、なるほど、行かれたか。で、地図で味方の位置見て、真っ向助けとかしたいけど、まあ回すわ。1ミリも発電機を回してない女なので、これは回す。ここは回すのが基地。全員回してる、素晴らしい。こうやってたら回るんよ、発電機はね。おりゃー。お、ナイス。あっちで停止して、こっち来る。これも来たんだ。これもさっさと板倒しちゃって、しっかりコマ数見てからね。で、これ越えて、
さない。こっち行く。うわっ、ちょやばい、引っかかっちゃう。かかっちゃいいのやけど、これはね多分ナイト本体とも距離離れてるから、まっすぐ逃げてれば多分大丈夫なはず。間に合わないよ。そうやね、大丈夫。あとはちょっとくるくる回ってれば殴られはしないはず、あれ長くね。危ね。危ね。さて、あの発電機回しに行くか。いい感じじゃない今のところ。これ回すか。まあこれでいいか。一緒に回そうぜ。ダメか、来ねえか。あ、真ん中も回したいな。この辺なんか発電機だらけね。これでいいか。これ回そう。固有の板使っちゃったからな。あそこ固有回してて逃げてくるならこっち側やな。倒れた。どうだ。ほい、こっち来ないで、回したいんだ。うえい、普通の方にもあったか。ノーノーノー、やめて、やめーて、やめーて。俺90いくわ。任せて任せて。いるなー、これ戻ってきそうやな。うわっと、ほら抜いて、で消える。はい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 、オッケー。よし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 、抜いたら消えるよな。来たね。これはちょっとこっちに逃げてタゲ取りしたいところ。オッケーオッケー。よしよし、よしよしよし、オッケー。当たっちゃった。当たってない、よかった。おっしゃ、いいよ。うん、いいよ。小屋まで行こう。あ、小屋いるー。地図使えばよかったな今のな。地図使えばいることが分かったのに。あ、戻ってきてる。これ板壊したよね。厳しいな、これまっすぐ行くしかない。もうないよね、小屋。こうやって板壊したら OK。ロッカー内ってクラウンだったっけ。ん、どうだ。おっしゃい、オッケー。やばい、クラウ、まずい、これはクラウ。まあ直接一撃クラウ方がいいよなこれは、で、あそこの板行って真ん中回って取れた。これね、奥まで行きます。ここでやるしかないね。もう勝つか。うまい。ちゃんと見てるわ。やけど残り1台。ここ回って、これ固有回ったんかな。いやね、あー、固有回してくれたの大きいわ。ええやん、ええやん。なのでは停止中に回復できたんがでかいね。やっぱちゃんと布石になってたでしょ、最初にトーテムを壊したのがね。これが布石になると申し上げた通り、あれによりチョイス伸びたからね。ストリップかかって、でミンが連れて行ってる。あれ、あの奥の人が連れて行ってくれてんねん。残りの発電機をまだ固まってるっぽいな。なんか2人来た。譲り合いしてた。俺を狙い続ける気か。
来ると思ったぜ。今の良かったんじゃない、あの弱い板ぶつけたの。っすオッケーオッケー、いい粘りを見せたわ。あ、ダメだよくないよよくないよ今のロッカーよくないよくないよくないロッカーしたよすぐ調子に乗るんだから本当にいや、どうも。つかないよな。出たいです。出たいです。出たいです。ああ。出たいという気持ちがあります。そこゲート開いてるもんね。ちょっと、そうね、2人で回復して、みんなでワンチャンありますか？お願いします。二人回復で一気に回復からの一気に来る、お願いします。出たいという気持ちがあります。このスキルチェックを絶対にミスらないということに集中して、仲間を信じろ、仲間を信じろ。さあお願いします。一人殴られ、来てくれてありがとう。よし、ありがとう。うまい。いやこれあるぞ。ある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 。とりあえず回復やな、これは。ありがとう。とりあえず回復入れて、ありがとうマジで地下で救ってもらえるとはな。センキュー。んでワンチャン通っても破壊してからとかいう時間はないな。あのこれは義には義よ。どこ行った？あ、だいぶ奥つってんなこれ。底抜き、底抜き兄貴、底抜き兄貴来た。いやこれ無理や、すまん。追ってくる。まずい、まずい。俺が死ぬ、俺が死ぬ。でもまっすぐ逃げて出てワンチャンハッチや。出よ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 、これワンチャンハッチしかない。もう出よ出よ出よ、回復したかん。出よ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 、ワンチャンハッチだぞ何してんだセーブル譲り合いの精神してたな。あー、まあワンチャンハッチなかったな。ノーチャンハッチやなこれは。すぐ戻れる位置やったもんね。パーク見よっか、最後のパーク。あ、デッドロックか、なるほど。